こんにちは、みえこです。今日は小さいけれどとっても使いやすいショルダーバッグを作ってみましたのでご紹介します。中入るのはこの3つ、まだ余裕ありますよ。紐の長さが1メートルありますから、斜め掛けにしてもいいですよ。それでは一緒に作りましょうね。まず布ですが、5センチ幅のものを用意します。みんな同じ幅です。長さはいろいろあっていいですよ。これを半分に折って、このように折ったらこの布端を切ります。そして針で留めてミシンで縫いますよ。全部針で留めると早くできますよ。縫い代は7ミリと書いてありますが、5ミリぐらいで縫うと本当は綺麗にできるんですけど難しいので7ミリにしてます。全部縫ったら切ります。切ったらこの縫い代を少しカットして、それから表に返します。そしてこの布の先をアイロンでプレスして、その後ステッチしますよ。次にキルト綿を用意して、表布を上に重ねます。下少し空いてて大丈夫ですよ。そして接着キルト芯なのでアイロンでプレスします。次に先ほど縫ったこの布を並べます。だいたいこんな感じかなと並べたら、布端をカットします。そして順番に縫います。縫い始めを揃えて縫うといいですよ。長さ違っていても順番に印をつけて縫います。重なっている部分まで縫います。なのでどんな長さでも大丈夫ですよ。好きな長さにカットしてくださいね。はい、できました。次に縫い代をきれいにプレスします。そしたらこのドットの布の上にのせて、三角の尖ったところをミシンでステッチします。はい、できました。裏こんな感じですよ。2枚作ってくださいね。
次に刺繍するので刺繍のガイド線を描きます。はい、できました。裏こんな感じですよ。そしたら紐を作ります。紐の中にフェルトがこのぐらい残ってましたので、これをつないで中に入れます。2センチ幅のフェルトです。いろんな色があるとかわいいですよ。これを真ん中まず1回縫って全部をつなぎます。そして次にこの赤い布を重ねて縫った線を印に重ねます。5ミリぐらいの縫い代で縫います。縫い終えたらこのように折って一度プレスします。縫いやすいです。次に裏側にこの赤い布を折ってまたステッチします。そして布端ももう一度ステッチすると綺麗にできます。次に余分な布をカットしてこのまま待機。次に裏布をカットします。この端は底に使う布です。キルト綿を用意します。そしてカットしたら裏布表布3枚同じ大きさにして用意します。裏布に接着します。3枚合わせてミシンで縫います。自由に縫ってくださいね。はい、このようにできたら半分に折り印をつけます。そして置いておきますね。次に紐をつけて仕立てます。ピースの一番端のところと2番目のところに紐をつけます。そして裏布を重ねてミシンでカバン入れ口を縫います。
縫い終えたら今度は横を縫います。はい、横縫ったら表に返して縫い代の部分にステッチをします。4箇所ステッチを入れると形がしっかりします。そしたら今度は底の布を縫います。中央から位置を合わせて順番に縫います。これまで何度もご紹介していますが、布の端に来たら一旦返し縫いをして、糸を切って角度を変えてまた続きを縫います。底の布が小さいので大きなカバンより少し縫うのが難しいですが、これまでやってきたら大丈夫できますよ。で、1周縫います。側面の布が外れてないか確認しながら縫ってくださいね。はい、できました。そしたら底の布に手縫いで裏布をまつります。まつり縫いします。はい、できました。続いて表に返してカバン入れ口にステッチをします。ミシンで縫っても OK ですが、今回は手縫いで刺繍をしました。はい、完了ですよ。このままでも使いやすいですが、マグネットホックつけました。これ好きなんです。はい、完成です。とっても使いやすいので、ぜひ作ってみてくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょうね。